フィーバー TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんにちは。閉店くんでーす。閉店くんツアー3店舗目ということでね、東大阪市にあります、123プラス N 伏せ店に来ております。ということで、2連敗の後なんでね、この連敗をここでストップしたいと思います。ということでね、今回から見た方、わかりやすいようにですね、閉店くんが負けると、ご覧のような罰ゲームが待っております。サイコロを振って、1が出れば、ご利益タイツ。2が出れば、年の数だけマシュマロ。3が出れば、大阪名物、ハリセンチョップ。4が出れば、センブリ茶。5が出れば、ケツバット。6が出れば、顔面に洗濯バサミ。やだよ、これ。もうやりたくないということでね、まあね、それはね、俺が不甲斐ないね結果を出してるからなんでね、みんなにいいとこ見せたいんで、早速行ってみたいと思います。えいえい。はい、入店入店やってきました。123プラス N 伏せ店。それでは早速店内のデータ見に行きましょう。はい、ということで行きましょうね。すっげえ角、すごい角です。失礼します。すごい角だ。お、どうもです。あ、どうもです。あらまあ、すごい角でございますよ。飽きないゼロでございます。マジっすか。あ、これも捉えてる。ほら、空いてるか。2台。累計が2000ゲームで9台。ちょっと悪い。ちょっと弱い。ジャグラーに空き台が2台。オクトも、ちょこっとだけですよ、空き台あんの。すごいなぁ。鉄拳も、空き台3台。すごいね。モンスターハンター。かなりの台数。おー、すごい液晶。おい、あ、文字が金だから熱いよ。しまった、緊急クエスト。おー、これ星をついくわ。すげえ。おいな、パチンココーナーの先が随分遠くですよ。なんだなんだっつうぐらい。おい、お待たせですね。おーして、おーす番長。おいっすね、データランプ3184枚。おいっすね、エヴァで行きますかね。え、ジャグラーの空き台がもうほとんどなかったんで、まあ、空き台の中でね、一番剛性のいいこいつで行ってみたいと思います。エヴァ。はい、それではね、もうジャグラーの空き台がほとんどないということで、ね、いい台をお客さんがガチ掴んでるということで、エヴァンゲリオン、命の歩道行ってみたいと思います。スタート、行ってみたいと思います。頼むよ、レイちゃん。でですね、あ、一応赤だった今。あ、ドグリベースで紫。おー、隣さん初号機役者の特訓。おい、残念。おい、マスター。おい、対決よ。あー、弱い。あかん。バケもない。決める。決めてくれ。あ、なんかもう一人いけ。やるな、いいんじゃろ。これでいいじゃろ。先生、どこへ。あははは
あ、残念。追加なし。やばい。最初にちょこっと見せ場を作ったっけ。それ以来何もない。やばい。あっさり、あっさり100枚目終了。残り5分。プレゼン。やばい。あ、よかった。危ない。タコリブだった。ダメか？あのまんま。逃げんなよ、主人。負けして。はい。うん。初めて見たの。頑張れ。うん。にも関係ないの。やった。あぶね。あとはビッグがバケが。ビッグですやりました。やりました。344枚は超える早い出しで終了のビッグボーナスでございます。はい、コアはどうだったっけ。123プラス N 伏せていいですよね。はい、いいですよね。ありがとうございます。まあ多分ボーナス消化2分ぐらいかかるんでこれで終了ですね。笑顔が可愛いレイちゃん。はい、311枚獲得です。時間短で終了です。何枚だ。338枚どうもありがとうございます。はい、今回の結果338枚です。やった。はい、実戦終了、実戦終了、やったー。ということで、今回のヘイテンク、3点目ね、123プラス N、セテンさんの結果はですね、エヴァンゲリオン命の行動を打ちまして、投資枚数が150枚の獲得枚数が338枚ということで、プラス188枚です。やりました。これで、罰ゲーム回避。残念だね、みんなね、罰ゲーム見れなくて。みんな楽しそうに打ってるこちら123プラスエンド伏せてんさんの宣伝をちょっとだけ、まあもうね見ていただいたら分かると思うんだけど、台数がすごい。そしてね、あのお客さんの稼働を見ていただいたと思うんですけどね、まあ、皆さん楽しそうに打っているということでね、もう話題の新台を続々入荷、もう必ず打ってる、楽しく打ってるお店ということでね、今後もね注目していただきたいと思います。あとですね、芸能人の方やね著名人の方があの毎月来店したりするんでね、そちらの方はメルカイン、あとは PR とチェックしてですね、ぜひこちら123プラス M 伏せてきちゃってください。今回僕は勝ちました。連敗阻止です。ということで、次の4店舗も勝っちゃうんでね、罰ゲームはもうやんないよ。ということで、次回も勝っちゃうよ。